はい、こんにちは。今日は中国経済の情勢と米中情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。家賃払えず相次ぐ閉店、減速する中国経済。その中で顕著なのが成長を引っ張ってきた消費の低迷です。北京のショッピングモールを覗いてみると、ここも閉まっていますね。お客さんもほとんどいません。北京市中心部の高級モールですが、テナントが全然入っていないですね。別のショッピングモールでは、10年以上続いた高級イタリアンの店ですが、入り口が閉ざされています。家賃が支払えないため契約を解除したと書かれています。今年上半期に潰れた飲食店は中国全土で105万店、去年の上半期は47万店で倍以上です。北京でもひときわ目立つ一面ゴールドの建物、2009年に建てられたテナントビル、金銭時代です。ビル内の至るところに水道未払いの張り紙が貼られていました。こちらのテナントも閉まっています。ダンス教室のようですが貼り紙があります。水道料金を何ヶ月にもわたって払っていないようです。このように報道されております。こうした中、中国経済については次のような情勢も報道されております。中国 GDP 4.7% 増、不動産が足かせ、大幅減速。4月期から6月期、中国国家統計局が15日発表した4月期から6月期の国内総生産 GDP は、物価変動の影響を除いた実質ベースで前年同期比 4.7% 増加した。伸び率は前期 5.3% から大きく減速し、政府が年間目標に掲げる 5% 前後を下回った。低迷する不動産市場が景気の足を引っ張っている。統計局は今回 GDP に関する恒例の記者会見を行わなかった。このように報道されております。日本経済新聞は、中国 GDP 4.7% 増に減速、4月から6月実質消費サイズと報道しておりまして、消費が冴えなかったと見られます。中国で消費が冴えない背景には、不動産不況などによりまして節約志向が広がっていることが要因として考えられると思います。さらに日本経済新聞は、先進国のように前期比の伸び率を年率換算した成長率は 2.8% 程度となると報道しております。中国の場合、 GDP の約 3% は国営企業などの過剰生産などによって付加されているとの指摘もありますので、そう考えますと、先進国のように前期比の伸び率を年率換算した中国の成長率はマイナス 0.2% の可能性すら考えられます。中国経済におきまして、不動産不況は向上化していると見られまして、それに加えて EV などの製造業の過剰生産も成長の重荷になっていると見られ、これらがですね、数値を下押ししている可能性が考えられます。こうした GDP 数値や消費が冴えない情勢、さらにはですね、中国税関総署が12日発表した6月の貿易統計によりますと、輸入は 2.3% 減の2088億ドルで3ヶ月ぶりにマイナスとなっております。輸入の低迷は、不動産不況を背景に内需が弱含んでいることを示していると考えられます。中国政府は輸出拡大で経済を回復することを期待していると見られますけれども、やはりですね、不動産市場に本格的な対策、不良債権処理ですね、この対策ということを行わない限り、現状の不況からの脱出というのはおぼつかない可能性が考えられます。そして次のような報道がされております。中国新築住宅価格、6月は9年ぶり大幅下落。業界底入れ見えず、中国の6月の新築住宅価格は約9年ぶりの大幅な下落率を記録した。不動産投資も減少。政府の支援策にもかかわらず、2021年から低迷する不動産部門の底入れが見えない状況だ。中国国家統計局のデータに基づくロイターの計算で、6月は前年比4.5% 下落、5月 3.9% 下落から下げ幅が拡大した。前月比は5月と同じく 0.7% 下落だった。不動産仲介を手掛ける中原地産のアナリスト張氏は、不動産セクターの需要と供給の構造は根本的に逆転した。市場は政策の効果に過度な期待を抱く必要はないと指摘。今後このセクターが全面的に上昇する可能性は低いと述べた。1必要額約3兆元も融資額3000億元、買い上げ資金が全然足りない。一応当局の不動産市場支援政策は出揃ったが、
懸念点はいくつかある。まずは在庫買い上げの融資額3000億元という点だ。現地メディア財新の論評記事によると、在庫消化期間を合理的期間の上限ニアリーイコール14ヶ月まで引き下げるには2兆7000億元の資金が必要とされる。また別の試算では6兆3000億元余りが必要という結果も出た。計算方法や基準の取り方で資産額に幅が出るものの、いずれにせよ政府融資額とは桁が大きく異なる。資金が全然足りないのが現実だ。2、需給のミスマッチ。売れ残り住宅は地方にあるが、需要は大都市に。次に、保証性住宅の需給ミスマッチ懸念。在庫住宅は地方都市に多いが、そこでは保証性住宅のニーズは比較的小さく、むしろ大都市で必要とされている。また、持ち家志向が強い中国では賃貸住宅を避ける傾向があり、対面などを気にして安価な住宅購入を望まない層も一定程度いるとされ、保証性住宅自体のニーズに不透明な点もある。デベロッパー側が低い売却価格を敬遠し、適切な価格の設定が難しくなるかもしれない。安易な設定は周辺マンションの値崩れを誘発しかねず、住民の不満が高まる可能性もあるだろう。3、買い控えムードの高まりで市民のマインドも暗雲。最後は市民のマインドだ。中国人民銀行のアンケート調査24年13月期によると、不動産価格の見通しで下落が 22% と上昇の 11% を上回っている。下落が上回るのは4四半期連続。価格はまだまだ下がるかも、買うのは今じゃないという買い控えムードの高まりが気になるところだ。このように報道されております。ですので、不動産のですね、底の見えない下落状況というふうに見られる中ですね、不況で賃金も安くなっていると見られますので、そうした中で不動産やマンション住宅などを購入しようと思う人がどれだけいるのか、ここが疑問であると思います。さらに現状、投資目的でマンションなどを購入した人々が大きく損している情勢に直面していると考えられます。そしてマイホームということで買った人も高値掴みでローンの支払いに苦しんでいる情勢というのがあると考えられます。さらに不動産不況の経済低迷で失業率も悪化していると見られます。こうした中ですね、今後の中国経済の行方を左右する一つの要因として考えられますのは米中情勢であります。そして今後の米中情勢を考えていく上で、アメリカ大統領選挙というのがですね、非常に重要であると考えられます。そしてアメリカ大統領選挙ではトランプ前大統領が再選する可能性が高まっております。11月のアメリカ大統領選でトランプ氏が大統領になった場合、対中政策においてトランプ政権はどのような方向に進むでしょうか。トランプ陣営は大統領選挙の公約として次のような姿勢を示しております。11月のアメリカ大統領選でトランプ前大統領が選挙公約に掲げる共和党の綱領案が8日明らかになった。中国からの輸入品への関税を引き上げ、2025年末に期限を迎えるトランプ減税を恒久化する。15日から始まる党の全国大会で正式に決定する。中国との貿易では世界貿易機関 WTO ルールに基づく最恵国待遇を取り消すと明記した。日用品などの幅広い品目で関税が上がる。一部品目の輸入を段階的に停止すると加えた。半導体や鉄鋼、医薬品などが念頭にあるとみられる。インド太平洋地域については主権を有し独立した国家を擁護し、他国との平和と通商の中で繁栄していくと記した。安全保障では全米を網羅する防空ミサイルを整備する。アメリカ軍を強化し絶対的な世界最強の軍にすると明記した。このように報道されております。中国との貿易では世界貿易機関 WTO ルールに基づく最恵国待遇を取り消すと明記したという報道は重要です。アメリカの場合、大半の貿易相手国を最恵国待遇とする一方、敵対国の北朝鮮とキューバには認めていないと報道されております。つまり中国との貿易で世界貿易機関 WTO ルールに基づく最恵国待遇を取り消すということは、アメリカが中国を敵対国扱いにすることと同義語になると考えられます。さらにトランプ前大統領は自身が本選で勝利すれば中国からの輸入品に再び関税を課すとし、税率は 60% を超える可能性があると述べています。ですので11月の
アメリカ大統領選挙でトランプ氏が大統領になりますと、中国経済はさらなる苦境に直面する可能性が考えられます。もしトランプ政権ということになりますと、1点目、ウクライナ支援の大幅削減と、それによる EU や NATO とアメリカとの関係が悪化する可能性。2点目、対中強硬路線の強化ということにおいて、アメリカと EU の足並みが揃う可能性。この2点が考えられます。ウクライナ支援の大幅削減というのは非常に困ってしまうわけですけれども、この対中強硬路線ということに関しましては、非常に厳しくなる可能性が考えられます。と言いますのは、そもそもですね、オバマ政権の政策を転換し、対中強硬路線を始めたのはトランプ前政権でありました。このことはですね、このチャンネルでも当時よく動画としてお伝えしておりましたが、簡単に振り返ってまいります。オバマ政権最後の年である2016年、中国は南沙諸島に誕生させた7つの人工島の軍事拠点化を急ピッチで進めました。これに対しまして、オバマ政権は中国の軍事的拡張政策に対しまして、毅然とした対策を取らなかったという経緯がありました。この南シナ海の情勢に危機感を示したのはトランプ前政権でありました。そして2020年、トランプ政権時、CNN は次のように報道しておりました。2020年7月14日の報道。ポンペオアメリカ国務長官は2020年7月13日、中国が南シナ海の大半に及ぶとしてきた領有権の主張は完全に違法だとする声明を発表した。ポンペオ氏は声明で、中国が南シナ海を自らの海洋帝国として扱うことを世界は認めないと宣言。アメリカは国際法に基づき東南アジア諸国の海底資源への主権を守るとの立場を明示した。アメリカはこれまでこの問題ではっきりとした立場を示してこなかった。ポンペオ氏は中国の動きを強引と批判し牽制してきたものの、違法と明言したのは初めて。ポンペオ氏は声明で、オランダ・ハーグの常設仲裁裁判所が2016年、フィリピンの訴えを受け、南シナ海の大部分について中国の領有権主張には法的根拠がないとした判断を支持すると述べた。同氏はまた、中国がベトナム、マレーシア、インドネシア、ブルネイ近海で主張する海洋権益も否定し、他国の漁業、開発活動を妨害する行為を違法と非難した。このように報道されておりました。また、トランプ前政権は台湾旅行法を成立させました。台湾旅行法、アメリカと台湾の高官による相互往来や交流を促すアメリカの法律。トランプ、アメリカ大統領の署名を経て、2018年3月に成立した。1979年の台湾との断交以来、アメリカは台湾との間で外交や国防分野の高官の往来を控えてきた。台湾旅行法は閣僚級を含むあらゆる地位のアメリカ当局者が台湾を訪問できると規定しており、高官往来が事実上解禁となった。このように報道されておりました。つまりこうしたですね、南シナ海情勢、台湾情勢でアメリカとして今までにない踏み込んだ対応をしたのがトランプ前政権でありました。バイデン政権になった時にですね、これら対中政策が大きく後退するのではないかと世界が危惧したわけでありますが、バイデン政権はトランプ前政権の対中政策を継承し今に至ります。また中国の EV については、トランプ陣営と EU は足並みを揃える、または結果として足並みが揃う可能性が考えられます。トランプ前大統領は3月16日、11月の大統領選で再選した場合、中国の自動車メーカーがメキシコで生産した車に 100% の関税を課すと表明した。アメリカのバイデン政権は5月14日、中国製の EV への関税を現在の 25% から4倍の 100% にするほか、電気自動車用のリチウムイオン電池や半導体などへの関税を引き上げると発表しました。一方、大統領選挙で返り咲きを目指すトランプ前大統領は、今回の中国製品に対する関税の引き上げについて記者団に対し、もっと前にやるべきだった、他の自動車や多くの製品にもやらなければならないと述べて、バイデン政権の対応は不十分だと批判し、対象を拡大すべきだと主張しました。欧州連合 EU は7月5日、中国製 EV に対して最大 37.6% の上乗せ関税を課し始めたが、6月頃から欧州の主要港で中国製 EV が大量に滞留している状況となっているという。ドイツ政府が昨年12月に EV 購入者に支給していた補助金を打ち切ったことが主な要因だ。
欧州最大の EV 市場であるドイツの需要が冷え込んだため、中国製 EV が行き場を失ってしまったというわけだ。さらにヨーロッパではただでさえ EV や PHV の販売台数が減速傾向にある。2024年1月から4月までの販売台数は88万千台で、これは前年同期比で 8.6% と一桁台の伸びにとどまっている。2023年の中国製 EV の輸出は4割が欧州を占めたが、今年は著しく鈍化している。このように報道されております。つまりトランプ氏がアメリカ大統領選挙の結果大統領になるということがありますと、アメリカと EU による対中包囲網はより厳しくなっていく可能性があり、それはですね、不動産不況に直面し輸出拡大ということでですね、経済の回復を期待していると見られる中国経済にとって大きな下押し圧力となる可能性があります。このことはですね、習近平政権の体制維持の問題にも発展する可能性があります。今年の11月のアメリカ大統領選挙は中国習近平政権にとっても、そして中国経済にとっても大きな影響を与える選挙であると考えられます。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。